一息つけそうだね。面倒なことにならなければいいけど。信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて演技してるのかもよ。だとしても何のために？私たちを騙すためだとしたら大掛かりすぎるわ。もう少し町を調べてみよう。まだ見ていない場所がありそうだ。修練場か。ちょっと問題なさそうな相手だ。やっと次クーハ絶攻撃クーハ魔人剣ホーラー食らえ魔人剣ホーラー魔人剣ホーラーさあ叩き攻めどこだ暴れ
手にはこ切り開く勘支援症開クハ絶衝撃うがっやるかいけるぞ次終わりだはいやっ終わりだうがっくらえ次クハ絶衝撃決め手がここ終わりインテリーカム
うっ、さらに打ち勝つ。インテリーカム、インテリーカム、そこ終わりよ。リーダーハッサ、見えた。さらに打ち込む。
僕も大人になったら手伝うんだ。ダナジンは採石場で働いているみたいだな。行ってみようよ。気を引き締めていくわよ。すみません、体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか、では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうご…そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。エリデメナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛ってメナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜアルフェン。どうして？たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ、アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい、この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々近衛も立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、本当に行くの？罠だったら。そんなこと言ったって今さら行かないわけにいかないだろ。ローの言う通りだ。心配はわかるが覚悟を決めよう。ああ、敵の気配はないな。宮殿はあの町の奥にそびえる建物ね。危険があると思うか？あってもなくても行くことに変わりはないわ。やあ、ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、ティオハリム・イルル・ケリサ。レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く？
いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区役に会えぐ者いないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが、私には通じない。いたずらに対する罰は必要か。アルフェン！ほう。まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げた。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存。ダナとレナの共存。スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。
よせ、勝負はもうよせ。私はあなたを絶対に許さない。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り、スルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザルク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよう。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。部屋だけでいくつあるんだ。気を抜きすぎ。もう少し警戒してよ。この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ。いいの、信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど。寝込みを襲われでもしたらどうするの。それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく
敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？ようこそ突国の方々、鶴戸閣下の使いの者より承っております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。そうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない。あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ皿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーベル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首輪。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。ちょっとラオ！見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。つなぎ？ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。
愛らしいわね。何か言ったか。わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えないけど。猫、見失っちゃったね。ただ、ここに連れてきたということは、この先に何かあるんだろう。奥へ進んでみましょう。調子で行きましょう。なったな。これだけ木が大きいのはやっぱり精霊力の影響ってやつなのか。可能性はあるけど、もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。サクッと蹴散らしてやろう。ガバクロイこういう変化だ。決めてやる。アルサドメ超変化だ。氷の槍を天然のストロークフリーズだ。いつの間にか流星。これが俺たち戦友の力だ。なんか文句あるの。拾ったやつで武器作れんじゃね。決めていこう。攻撃頼むぜ。射程に入るが危ないわよ。おお、気をつけます。
行けるぞ。灼熱のバーンストライク。シオンの弾丸すげえな。どっちを向いても緑。カラグリアは容赦しないわよ。炎よ、巻き込め。ちょっと牧場の様子を見ねえか。装備は見直したか。しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。うわっ、なんだこいつ、ズーブルか。でかいぞ。みんな気をつけろ。植物なら植物らしくそっとしてろ。無駄口叩いてる暇があったら戦いなさい。わかってるよヤソリ。ちょっと敵はあっちだよ。インテリーカム火力戻って。本体っぽいのには届かねえぞ。ひとまず周りの特徴を倒そうよ。敵が減ったわね。俺がやったんだ。見直したわ。相手を寄せつけないわ。近づかれたくないか。どういう回復してくれたの。使い手がいなくなって使えるものを使うべき。俺たち最強じゃねえか。強いよね、アルフェンとか。なら私が妨害を頼む。
行けるぞ。ロー重装ライバル。大丈夫かみんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。そうでないことを祈ろう。あと、いたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。この匂いは牧場の奴らが育ったな。私強くなったかも。こんなところで。できたわ。ロー、相手になってくれるか。アルフェンっていつ鍛えてるんだ。なんだいきなり。だって炎の剣抜きにしても結構戦えてるだろ。でも普段鍛えてるように見えないし。別に特別なことはしてないさ。ズーグルと渡り合うだけで精一杯だ。実戦が一番なのはわかるけどさ、なんか秘訣があるなら教えてくれよな。だから何もないって。あ、わかった。その鎧だろ。思いの全身にまとってるから。それで。いや、これ見た目の割に軽いんだ。違うのか。じゃあ。落ち着けよ。大体なんでそんなこと知りたがるんだ。そりゃもっと強くなりたいからさ。今だって十分強いだろ。そこらのレナ兵なんか相手にならない。足りないんだ。もっともっと強くならなきゃダメなんだ。それで二度と折れたりしないようにならないと。ロウ、今のままじゃダメなんだ。でないとまた誰かを死なせたり。ロウ、悪い。焦っても仕方ないってことくらい分かってるのに。俺たちは万能じゃないんだ。地道にやれることをやるしかない。やれることしかだよな。とりあえずそこから始めるか。何から始めるんだ。鍛えることに決まってるだろ。まずは腕立て伏せだ。1、2、3、4。張り切るのはいいが、明日動けなくなったりしないでくれよ。見てろよ、俺は絶対強くなる。そんじゃまた明日。よし、疲れは取れたぜ。ここまで来て何もないってことはないでしょうね。少なくとも無駄骨じゃなさそうだぜ。本当に。まあいいや、追いかけよう。この衛兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いが、こちとらこういうのは割と得意でね。まさかあんたか。ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちに出てって欲しかったんじゃないのかよ。答える必要はない。痛みだけにやらず頑固だな。俺の真骨だ。まとめるのは先だよ。こういう連絡だ。
ハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつやっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ミキウダ兄さん。カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。あえて光栄だ。俺たちだけの力じゃない。たくさんの支えがあったおかげだ。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああ、そうだ。この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じこの衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。
暗殺。まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ、治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない。物質でなくなったもの、かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに？猿陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに？安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが？おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。
我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目に遭ってまでやるんだ。この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一介のスルドに過ぎない。今のスルドブリガが終われば、また次のスルドがこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが。おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。寝ないのか。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ティオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はある。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。銃弾数発でスルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で今もこうして治癒してくれた。
全てのスルドを倒す。その約束も続けられるだろ。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあなんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。でも それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。しばらくは御木浦からの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。なら私も行くわ。あなたたちだけでは御木浦の知らせが届かないところまで行きそうだし。子供じゃないんだから。少しはこの町みたいに仲良くしてくれよ。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。